イモリを飼い始めて2週間ぐらい経ったんですけど、汚い感じになってるので水槽をディスプレイし直したいと思います。汚くてごめんね。そう、ここは場所も狭いので、あの食べ残しの餌を取る作業だったりとかとやりにくいので、そういったところも改善できるように部屋全体の模様替えをしたいと思います。我が家の間取りとしては、こっちがリビングで、こっちの部屋がダイニングキッチンになってて、まあ、ここの隅っこにポポのクレートと、その上にスミがいて、イモリは端っこの棚にあるところにいます。今こんな感じでリビングの方に持ってきました。ポポどうですか？では3代目なんですけど、いつも1代目も2代目もここで生活してたんで、スミもまたこの位置にしようかな。うわ、重っ。ゆめちゃんごめんや、重すぎかな。大丈夫かな。あのポポのプレートの真ん中がちょっと重みでへこんじゃってるんで、ちょっとこれが心配だから、上に板かなんか乗せて、もうちょっと重さを分散できるようにした方がいいかな。よっしゃ、じゃあ板を倉庫にあるかな、ちょっと倉庫からあるか見てきます。今倉庫に何かないかなと思って見に行ったら、この板が余ってて、それがあったので、これを使っていきたいと思います。ポポはね、黒いものとかがあんまり好きじゃないんです。いつもないものが来ると部屋の隅っこに逃げちゃって、今も尻尾を丸めて端っこに来ちゃってます。ポポ大丈夫だよ、もうないよ、おいで。怖がりなポポさんです。水槽がここに来ました。ちょっとこんな感じ、今動かしたばっかなんで、子供たちが拾ってきてくれた水草も枯れたやつがもうぐちゃぐちゃに浮遊しちゃってたりとか、補定そうも枯れて、はい、今水槽洗ってきて何も空っぽの状態になってます。あ、イモちゃん逃げてる。イモちゃんが一匹逃げてました。よいしょ。イモちゃんは今バケツの中で待ってもらってるんですけど、イモリは脱出するのが得意ってネットで調べたら出てたんですけど、我が家もこれ蓋してるんですけど2回逃げて、っていうとその時はここが何もなかったんですよね。で今はネットしてて、でこのネットめちゃくちゃおすすめなんですけど、また概要欄にあの詳しい説明とか書いておくので、イモリの脱走で困っている方はよかったら参考にしてください。じゃあレイアウトしていきたいと思います。水草を最初に設置した方がいいかも。この赤玉、洗った赤玉土のに、まずはこのラージパールグラス、ここに最初にやろうかな。よいしょ、いいですか。これ結構むずいで、イモリを育てるのがほぼ初めてなので、あのもしこんな風にするといいよとかアドバイスあれば教えてもらえると嬉しいです。じゃあ次はこの植物、エリエオプシスもう名前がおしゃれすぎて読みにくいんですけど、やっぱ掃除とかもしやすい方が絶対いいと思うので、余ったやつを。ポポ気になるな。ポポも映るといいんだけどね。来た来たポポが食べる草じゃないぞこれは。気になるね。くん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 、こんな感じで入れたいと思います。こんだけでもなんかいい感じで、このポンプもここに置いて、あと植木鉢で隠れるようにしたらありげなくていいかも。今ちょうど根っこが生えてきたやつがあるので、これも一緒に植えたいと思います。なんか他の観葉植物で陸地のところに何か植えたいなって探してたんですけど、やっぱ根腐れしたりとかっていう問題があって難しいなって思ってたんですけど、ポトスなら水の中に入れてるだけでもこんな成長するんで、めちゃめちゃぴったりやん。もう一個、一番最初に植えたものと同じやつです。こんな感じで植物をセッティングし終わったので、ここにバクテリア入りの土を入れていきたいと思います。じゃあバクテリア入りの砂、お掃除頻度がどんだけなくなるかすごく期待してるんですけど、でもめちゃめちゃなんかいい感じ私の中で。そう、ああああああ、セーフセーフ、よいしょよいしょよいしょ、オッケー。
こんな感じです。上から見るとじゃじゃん、こんな感じで、ここの場所がこれからは陸地になって、あのイモちゃんたちが体を休めたりとか水から出たい時に使うエリアで、この流木はちょっとここが、じゃあ真っ黒で見にくいけど、ここにちょっとへこみがあるので、ここを下向きにしておいたらシェルターにもなるといいかなと思うんですけど、めちゃいいやん、めちゃめちゃいいやん、めちゃくちゃ自己満やけど。はい、じゃあ一通り今レイアウトしてみました。じゃあまた用水から水を汲んでいきたいと思います。今日は雨が降ってるんで傘さして行っていきたいと思います。はい、じゃあちょっと今用水で水汲んできて息切れて、じゃあここに水をゆっくり入れていくとこぼれるかな、ちょっとやっていき、水入れていきます。ポンプに上手に当てて、はい、2回目用水から水汲んできました。よいしょ、入れます。はい、3回目汲んできました。よいしょ、お、陸地になると、あれ、思ってたところが陸にならないんだ。でもこれは下の砂を乗せてないから、乗せ、下を底上げすれば、あ、使っちゃうね。流木の陸だけでは少ないかな、陸地部分が。どうなんだろう、経験値がないんでちょっとわかんない。この流木が微妙に浮くね。石をちょっと置いて植木鉢の底上げと、あ、でも石で上げるとこの植木鉢の下にイモリが挟まって危ないとこあるかもしれんね。赤土玉をもうちょっと上に出すとか、ここに石を乗せるか、赤土玉の。はい、石取ってきました、2個。大きいやつはこの鉢の上に置いて体を休める、陸地で休めるところに。でもう1個の石はここにちょっと当てて流木を固定したいと思います。まだちょっと濁ってるんですけど、ここにイモリを入れていきたいと思います。で、私も今回掃除しやすいようにお皿に水草を入れてみたりとか工夫してみたので、また今後様子を見てシェアできるところがあればシェアさせていただきたいと思います。1匹入れます。ただあの子が一番色が薄くって、背中の黒さがあんまりなくて分かりやすい特徴がある。大丈夫かな、なんかテンパってない？別世界に連れてこられちゃったな、大丈夫かな。少しずつ慣れてもらえたらな、いいかな、かわいい。やっぱりじゃあ2匹目と入れてきます。よいしょ、ごめんね。はい、どうぞ。ちょっと2匹目陸地に、ごめんにゃ。はい、よいしょよいしょよいしょ、はい、よいしょ。お、泳いでった泳いでった。なんかイモリの産卵期は春らしいんですけど、結構うちの子お腹大きい子とかいて卵産むのかなってちょっと期待してるんですけど、もし産んでなかったら産む前にこうやって環境を整えてあげたいって思ってたんで、産んでくれると嬉しいな。よいしょ。ちょっと土が黒いしまだ水が濁ってるので見にくいんですけど、それぞれ今散策してくれてますね。水もだいぶクリアになってきて、今下のところに3匹いますね。かわいい。そして上にね、1匹、ここからだと見ないね。流木の上にも体を休めてる子が1匹います。最後の1匹はここだね、流木の。ちょっと暗くて見にくいけど、流木のところにいます。また子供たちが帰ってきて、このディスプレイどんな感じで反応してくれるか楽しみです。で、うちは今
これ今スマホを水槽の上に置いて電気をつけてるんですけど、前よりは自然光も入るので植物が元気に育ってくれたらなと思うんですけど、これでもまだ植物とかがいい感じじゃなかったら植物が元気に育つっていうライトもあるみたいなので、それで様子を見ていきたいと思います。あと流木を置くと脱皮するときに皮が自分たちで剥くときに剥きにくいみたいなんですけど、流木だったり石とかにこすりつけて取るそうなので、ちょっと固めの素材のものを一緒に入れるといい言ってました。おかえり。おしっこ。おしっこ。はいはい。ディスプレイどうすか。ディスプレイってあれやん。どっこー。どう。え、めっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃいいっすか。嬉しい。え、こういうところにさ、登るところ。そうそう、登る。しかもめっちゃ水がきれいになった。ね、きれいになったね。ポポだね。うん、ポポ暇そうにしとるね。このチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりした日常をアップしています。動物が好きな人やちょっとほっこり一息つきたい方に楽しんでいただければ幸いです。もし動画を見て面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです。また感想や我が家のことで知りたいことなどありましたら、お気軽にメッセージいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。